民国起源は、中華民国が成立した1912年を起源とする記念法である。中華民国歴、略して民国とも言う。西暦との差は1911年で、民国年に1911を加えると西暦年。西暦年から1911を減ずると民国年となる。西暦2021年は中華民国110年である。 中華民国憲法における使用例。民国35年12月25日との表記がある。各年は中華民国例、略して民国例と表記する。侵害革命の翌年である1912年に中華民国が樹立されたため、民国例は侵害革命勃発から例後となる。中華民国成立以前の記念法として民前を用いることがあり、民前例は 中華民国成立から例前で1 9十一年は民前一年と表記する。国際標準ではないが中華民国国家標準 c n s 七千六百四十八で西暦とともに標準化されている。c n s 七千六百四十八によると英文略称は ROC であり中華民国が国連での代表権を失うことになるアルバニア決議が採択された。 民国60年10月25日は ROC60 から10から25と表記される。侵害革命までの中国では、元号が用いられていた。武将放棄が起こり、中華民国国北軍政府が成立すると、新朝の元号である戦闘を廃止して、元号ではなくて期限である、皇帝期限を採用、戦闘3年を皇帝期限4609年とした。孫文が、 中華民国臨時大総統に就任する際、皇帝期限4609年11月13日を中華民国元年元日とし、太陽暦の施行を中国各省に通達した。かつては中国大陸で民国期限が使用されていたが、現在では中華民国政府が実行支配する領土の台湾、皇庫、金門、場所で西暦と共に使用されている。 中華民国では公文書、新聞、食品の賞味期限など民国期限で表記されているものもあり、消費や賞味の期限が下二桁のみ表記されている場合は、西暦と民国期限のいずれであるかに注意を要する。台湾のセブンイレブンにて商品を購入した際のレシート、103年の表記がある。中華民国では公文条第条により、 公文書の年号はすべて民国期限で記載するよう定めているが民国期限は台湾のみでしか用いられず国際的には通用しないため西暦へ転換する動きもあり台湾鉄路管理局では乗車券に印字する乗車日時を第四世代の予約システムへの更新の際に民国期限から西暦へ変更した台湾の広島緑連盟党員や支持者たちは民国期限は 外来政権である中国国民党政権は中国から持ち込んだものだとしており民国起源の使用に強く反発している。当時の民進党政権は民国起源を廃止して全面的に西暦へ転換する法改正を検討したが最終的に実現しなかった。アプリケーションソフトウェア内部で都市を民国二桁で表現している。 コンピュータシステムでは、民国100年イコール民国例として認識され、2000年問題と類似した誤動作を起こす恐れが指摘された。中華人民共和国は民国起源を廃止して、西暦を使用しており、歴史的な文脈でも使用されていない。新朝までの年代、もしくは大道や安則のように言語を復活させた、満州国に言語を用いることはあり得るが、 中華民国の年代に民国起源は用いず、香港、マカオ、海外の加境居住地でも民国起源は用いていない。中華民国起源、日本の言語大正、北朝鮮の主体起源はいずれも1912年を元年とする。このことから中華民国 N 年は日本大正 N 年、朝鮮主体 N 年と一致する。民国元年は、 前年の侵害革命を受けた、古年改元である。ベトナム共産党及び朝鮮労働党の神話的な歴史観において、ホーチミンは、孫文の三民主義の影響を受けたファン中陣が、平良淳正、藩哲一で開いた、陸青学校で教え、金日成もまた、孫文の三民主義の影響を受けた、蔡安馬が、吉林省吉林市で開いた、神場成吉塾で学んでいる。 孫文は、福音教会組合派の受選者であったが、金日成も、福音教会長老派の受選者であった。金日成の個人史については、最厚は、高圧飼育、高ススムスズの子供たち以外に信憑性の高い、証言者が存在せず、実際の証年も全く不明のため、1970年代以降の金日成の深格化区の中で、 侵害革命の翌年である1912年が、その生誕年に確定されたと考えられる。ありがとうございます。